いちこです。今日は2022年5月24日火曜日です。高松の天気は朝から晴れです。昨日はどんよりしていましたが、今日はすっきりした晴れ間です。昼前の温度はスマホで24度を表示しています。さて、動画は前回の続きからで、時は新町商店街と河原町の路地裏を走っていましたが、それから時は町商店街と一部、田町商店街とその路地裏を走っています。読み上げは、時は町商店街です。時は町商店街が見えたところから読み上げます。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。町商店街出店フリー百科事典ウィキペディアより、この記事は高松中央商店街のウィキペディアの記事より一部抜粋して読み上げます。時は町商店街、他の商店街と河原町駅を結ぶ東西の通りで時は街とも呼ばれる。戦後に河原町時は町地区の一部として発展した歴史を持つ。戦前、南河原町と呼ばれていたこの地区は戦後、同地区内にある旅館時は本館から名前を取り、時は町と呼ばれるようになったと言われている。また、1958年、昭和33年に町名をつける際、時はと時はの2つの案があったが、皿ではなく石を使うことになった。これは、石は壊れないから、とされている。1968年まで使用されていた時は町の敷石は、市内電車路線、戦後廃止に敷いてあったものである。闇市から高度経済成長期に繁華街として発展したため、比較的歴史は浅い。この通り沿いには、邦画系の映画館、中11と大手スーパー2店舗、旧ジャスコ高松店と旧大英高松店があったが、2004年春までには閉鎖。中十に2004年6月には大英から転じた高松 OPA 中十三も閉鎖中十四。その影響で衰退ぶりは高松中央商店街の中でも際立っており、空き店舗の割合は2008年末時点で 31.3% という深刻な状況である。若者向けの衣料品店や雑貨屋などがあり、低い年齢層の往来が目立つ。2007年3月に仕事プラザ高松ハローワーク高松の付属機関が花の宮町から移転され、同町に残ったハローワークの分室的存在となっている。また高松中央商店街からしばらくなくなっていたメイド喫茶も2012年4月下旬に開店した。前述のジャスコ跡の建物は丸中が2007年9月に競売で落札し、再開発の予定と報じられたが、具体的な発表はなく、
建物1階部分は月決め駐車場として、前提部分はイベントスペースとして使われている。丸中は土地を取得から8年ほどで手放し、その後は大阪の不動産業者が取得した。その後、2019年1月に四国旅客鉄道が阪急阪神不動産と共同で旧ジャスコ跡の土地を取得して、分譲マンションを建設する再開発を行うと発表した。この他にも1階は店舗、2階はマンションといったような建物が建設されている。2010年3月には香川プロスポーツクラブ連絡協議会のアンテナショップがオープンした。2013年6月に高松天満屋に移転。同年10月には FM 高松コミュニティ放送の本社とスタジオが穴吹工務店本店から商店街の一角に移転した。スタジオは街路から内部が見えるオープンスタイルである。高松市道河原町2号線の末端部にあたる部分は、当初はアーケードがなく、1980年代後半にアーケードが設置された。OPA 跡の北角から北は自動車乗り入れが可能、ただし終日北行き一方通行かつ駐停車禁止である。時は町独自のマスコットキャラクターとして時玉くんと仲間のバンバンジーがいる。新しい試み、時は町商店街では音楽を通じた街づくりを行っている。また店舗の多くがツイッターを活用している。イベントの開催、2009年7月5日にオープンしたブリーザーズスクエアを中心として、いろいろなイベント、セミナーが開催されている。カラオケ大会といった定番的なものから、ダイエットセミナーなど様々なイベントが開催された。2010年4月18日には、時は町商店街、南新町商店街、菊池館通りより南田町商店街、観光通りより北地点4丁パティオ、田町交番西側ソレイユでキャラフェスが開催された。当日は前述のエリアと河原町駅地下広場間をコスプレで歩いても良いとされた。また、イタ車と呼ばれる自動車の展示、アニメソングのカラオケ大会、香川県にちなんでメイド喫茶ならぬメイドうどん店の出店、イベント限定、などが行われた。このようなイベントを定期的に開催することで、商店街に足を運んでもらえるような施策が行われている。このほか、採れたての野菜を安価に即売する時は街産直ストリートが毎週火曜日8時30分から14時の間行われている。ただし売り切れ次第終了。新技術の活用、香川大学ミッドプラザではツイッターを用いて店舗情報やイベント情報を集め発信している。また逆に利用者からのつぶやきをもとにして意見として取り上げることもしている。ツイッターを利用していなくても、同所に設置された大型モニターで閲覧できる。一部の情報は高松琴平電気鉄道のイルカを使って印刷が可能である。また、前述のブリーザーズスクエアときわでは、無料のフリースペースを運営しており、発売前の音楽の視聴などが可能になっている。待ち合わせに最適な拠点として商店街の活性化に一役買っている。以上で、読み上げは終了いたします。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。